はい、もう負けられない試合ですから、ね、何としても勝ちたいということで、まあ、今日は自分の内容をともかくチームが勝つことを一番考えて投げたので、結局結果的に勝つことができます。バントがありました。どんな気持ちで打席に立っていたでしょうか。やっぱりチームが勝つためにチームのためにさあ、そして今日は広島カープが0点で阪神タイガースに敗れました。Thank you.